今、ちょっと、飯田さんの方からくしくもケーブルテレビの話していただいたので、第3ブロックのテーマの方にも、このまま流れていきたいと思うんであ、すけど。最後せっかくなんで、庄司さんの名前が出たから、ちょっと見ていただけますかね。画面共有どうぞ。させてよろしいですか。ぜひ、はい。僕の、研究の発端がやっぱり庄司さんだっていうことがあって、第1部のやっぱりビデオでプロセスといいますか、制作過程を残しておくっていうことともし関連するんですけれども、たまたまその庄司さんが70年代に放送されてた時の映像をこう個人的に手に入れたもので、いいですね。見えてますかね。これだ。これで感動したんですよ、僕は。こういう6畳一間みたいなスタジオで長年ずっとこう放送をやられていて、でこういう人たちの記録が、先行研究としても全然残ってないんですね。でいろいろ調べていたら、中島さんもこの庄司さんのことを美術手帳に書かれていたのに結構びっくりしまして、普通やっぱそういう雑誌でこういう話が出てくると思わなかったので。番組の方では、稲取小学校の運動会の模様をお伝えします。その他お知らせなどをお伝えします。それでは、最初に今日のニュースは稲取幼稚園の運動会からです。こちらが、さっきの庄司さんで、あと、もう一つと個人的に面白いなと思っていたのが、岡山県の津山放送っていうところですね。ここも4畳半テレビっていう言い方で、4畳一間で放送をやっていたところですね。ここは生放送が中心だったんですけれども。皆さんすいません、それぞれ何年と何年のビデオ、どちらも大体、津山の方、あ、ごめんなさい、庄司さんの方が1979年で、津山の方は80年代前半ぐらいだと思います。はい、で、たまたまこういう映像が手に入ったので、これやってた人たちはどういう人たちなんだろうっていうことを調べ始めていって、で、庄司さんに出会って、庄司さんと今も仲良くさせていただいてるんですけれども、で、庄司さんがやっぱり70年代に小林白道さんであるとか、中井富士子さんとか、交流がやっぱり一時あったと。で、要するにこう地域ジャーナリズムの研究とかでは、ほとんど彼らの名前は出てこないんですけれども、逆に彼らはビデオアーティストの方を向いて、やっぱりこう一緒にこう連携していた時期っていうのもあったんだっていうふうなことが分かって、そこがどう資料とか渡っても、あまり深く見えてこないっていうところがあったので、はい、そんな折に中島さんにこうインタビューをさせていただく 機会があり、はい、今のようなお話も先日、はい、伺ったというと、ね。美術手帳の記事を書くのにえらい苦労したんだよ、俺は。編集長がこんなのは記事にならないとなんとか言って。やっぱ明らかに異質なんですよね、なんかメディアレボリューションみたいな特集で、結構川口洋一郎とか山口勝弘とか、はい、その並びで庄司さん出てくるので、だから要するにメジャーの人しか、名前が売れた人しか出さないんだよ、手帳はバカだから、本当に。庄司だから編集長もう一つは文句言いましたよ。もう一つはやっぱり宮沢さんっていう編集長だったで、CATV が美術の枠組みに入ると思えなかったんでしょうね、当時はね。やっぱりその芸術の問題と、今おっしゃったような地域のネットワーキングの問題とか、問題解決へ向かう CATV みたいなものが、異質な芸術活動とは異質なものというふうな認識だったんでしょうね。ただ、もうまさにですね、この今の映像を見せていただいて、本当にやっぱ手塚さんの、沢野荘のパラビジョン展の実験っていうのは、やっぱそういう意味でも早いし、重要なんじゃないかなと思うんですけど、手塚君の見て、今の庄司君の見ると、やっぱし洗脳されてるから染まるでしょう、若い僕。やっぱテレビ局を作りたいと思ったんですよ。なるほど、なるほど、そうですよね。手塚さん、すみません、ちょっと何回かもちろん別の場所で語っていただきましたけど、その沢野荘で10世帯で、もう本当に最小規模のケーブルテレビ局っていうのを、その
その一世帯はその放送局として基地ベースとしてまあ使われていて、そういう形でやりたいというふうに思った時のこうモチーフとか考えてたこととか、ちょっと簡単にご説明いただいてもいいですかね。いや、なんかあんまり考えてみるとバカなことやったので、まず、いやいや最高にクレイジーです。いや最高面白いです。いい、だから何かね、そこから発信できるものがあると勘違いしたと思うね。で10件だけでやってみんな知り合いになったらあの放送局に全員集まって誰も見てないみたいな状態になってでそれぞれの部屋では問題なのは発信すべきものがなかったんだよね。それが大きな挫折で、1年ちょっとくらいやったかな、毎日11時からやって、で体もボロボロになって、あれ本当にそれで食えなくなって、これ食わなきゃいかんなって思って電気を始めたっていうでしょ。ソフトミュージアムもそうだけど、なんだかろくなこと考えてないなって、今から考えるとやっぱこいつバカだっていう今思いますけどね僕一回行きましたよそうそうそう、うん、なんか飯食ってたよ飯食ってたよ手塚さん、今の観測地点のお話はよくわかるんですけど、当時はどんなことを考えられてた、もう実験なんだよねやっぱりね。うん、一番小さなテレビ局ってやってみたらどんなものになるんだろうっていうふうに始めて、非常に違法だからね、あのアパートの壁をぶち抜いてしまって全部2チャンネルでつなげるっていう、でトントントンって叩いて、こういうのやりたいんだけどちょっとあのテレビ壁開けてつけていいですかねっていうところから始まって結構テレビが自分たちでやれるなんていう、ビデオって2チャンネルでこれ出るんだって喜んだ時代だから、とてもそこは面白かったんです。でもやっぱバカだったね。いや、いろんな実験的な構想がありますよ。アートみたいなものにすればよかったのに、僕はアートってもう大嫌いだったから本当に真面目にその小さなテレビ局なんかやっちゃったわけですよ。そこは その手塚らしいとこだよバカだってことですよいやいや、いい意味でクレイジー僕がすごく印象的だったのはやっぱ2つありまして、1つはもうどんなにインタビューを断られてもしつこく住民の人にインタビューしに行くっていうスタイルあ、今日はいませんねその必要なまでにそのネットワーキングしようとするスタイルで、それをもう一度こう客観化するような仕組みっていうのが常にあって、つまり、放送で編集していってで流すっていう、でさらにその放送の中には記録されたものと同時にですね、リアルタイムで別の放送局、まあこれはメジャーないわゆるマスメディアのテレビ局で放送しているものを流したりとか、あとその時に関心のある、まあ、漫画や雑誌なんかをこうご紹介されてたりとかっていうこともあったり、でもう一つは手塚さんの弟さんがやられてたことが結構代表的なものかなと思うんですけれども、つまりは、弟さんは2時間ぐらい前に2時間後の自分へ、インタビューしているんですね。それを記録している。でその2時間後にその自分の記録映像、インタビューする自分とそれに答えるインタビュー員としている自分で、リアルタイムの自分でこうやり取りするみたいな、うん、つまりかなり、その放送をやりたかったっていうだけじゃなくて、その放送をすることとか、あとその放送局みたいなものとか、あとはその、ネットワークですね、 CATV っていうシステムに自己言及的に働きかけて、その中でこれって何なんだろう、どういうふうな展開があり得るんだろうみたいなことを考えられてたのかなと思うことがすごく僕は印象的で、あの中で本当にこう実験としてやられたこといっぱい面白い、要はそれを作品と呼んでしまえば面白いこといっぱいあったと思うんですけれども、でもこうある種のこれは何て言うんですかね、ダンディズムみたいなものだと思うんですけれども、それを作品と呼ばず淡々と一日ごとに放送されていて、でさらには先ほど井出さんがおっしゃってくださって、本当にあ的確だなと思ったんですけど、要は放送はするんだけどそのアーカイブっていうのは同時に考えられてなかったっていう、ちょっと見落とされてた部分としてあるんじゃないかという指摘がありましたけれども、
その手塚さんたちがやられてたやつは同時にそのリアルタイムの放送だけじゃなくて、それを常にこうアーカイブ化していくにはどうすればいいかという問題とも、その当時から向き合われてたっていうのが本当すごいなと思うんですけどね。すみません、飯田さん、もしあのお時間やばくなったらですね、はい、気にせず、はい、そうですよね。すみません、じゃあ最後ちょっと一言ご挨拶していただきます。はい、どうぞどうぞ。はい、すみません、あのさっきのやっぱ手塚さんのお話というか、あの資料の中でやっぱ面白かったなとか、あのワークショップって言葉を使われていて、多分70年代なので多分こう今のような使い方ではなくて、おそらく工房とか作業場っていうニュアンスで使われてるんだと思うんですけど、なんかイミジクもソフトミュージアムで構想されてたのって、こう今のこうカタカナ語のなんかワークショップに近い意味合いをこう先取りしてるような印象をすごい持った。やっぱりそのプロセスを、まあ、あの重視するって、まさにあの今久保さんがおっしゃったようなところがあって、まあ、やっぱそういったところの、まあ、実践と、まあまあ、今ちょっとやっぱケーブルテレビを一つ、まあ、フックにしているので、まあ、あの手塚さんやあの中島さんがやられていたことから、それから、まあ、あの一方の局であの先ほど映像でご紹介した庄司さんであるとか、岡山の、猪木さんやられてるところを、ちょっとやっぱり、まあ、70年代やっぱりどういう縁でケーブルテレビが用いられていたのかっていうことと、もう少し時代を遡れば60年代にまだビデオがなかった時代にやってた人たち、日本で最初にケーブルテレビで自主放送やるのは1963年の郡上八幡なんですけど、うん、で、まあ、まさにその手塚さんが今おっしゃったような、まあ、放送するものないんですよね。でやっぱり1年2年ぐらいで終わっちゃうんですけど、でもそこは婦人会で5つの班を作って、月曜日から金曜日まで担当を決めて、婦人会の組織によってあの1年放送し続けるっていう、これはこれで結構異色な面白いですね、はい、面白いやっていたりするので、まあちょっと60年代からまあ80年代初頭ぐらいまで、ちょっとあの一冊の本にこれからまとめていきたいなというふうにあの思っておりまして、はい、またちょっとあの機会がありましたら、ちょっと日を改めてお話をお伺いできればと思っておりますので、あのぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ちょっと庄司君とうちの伊藤啓司というのがいるんですよ、ビデオハウスに、はい、そういう若手で庄司活躍したのを、でこういうネットでディスカッションしたい、先生入れてしたいと思ってます。そうですね、庄司さんにもまた別の日にちょっと連絡を取ってみたいと思いますので、ぜひお願いします。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。周辺にいた人をちょっと巻き込んで、そうですね、表現してもらわないと、はい、僕なんかが言ったのは嘘かもしれないんで、裏付けし取ってください。あのさっきの映像を撮ったアスケダムさんも今ノルウェーにいらっしゃいますけど、まだお元気なので、ああそうですか、はい、つなぐこともできるかなと思うんですけど、ああ、はい、で最後にちょっとね、当時1972、はい、年後だと思いますけども、あのアンテナで飛ばして映像を、はい、それでだいたい10メーターとか20メーター範囲にの家庭テレビに映るっていう、あ、そのチャンネルの機械のデモを僕知ったんですよ。あ、その会社を頼んで、はい、あの道を歩きながら放送したっていう記憶があるんですよ。ああミニ FM のテレビ版ってことですね。そうです、はい、それ結構高かったんですけども、いっぱい出てきたんですよ、あ2チャンネルで見て、すごいですね、人がもうゾロゾロ出てきたんですよ。2チャンネルでなんか分かんないけど外で放映してるぞと、はあ、うん、それにえらい僕感動した覚えがあります。はあ、それは面白いです、ね、それはね、なんかカタログなんか探せば出てくると思いますよ。写真も撮ってますから、ぜひまた、はい、お伺いできればと思いますので、そういう話をちょっとね、はい、その若手の伊藤、当時若かった伊藤健二や庄司君と話をしたいなと思ってます。ぜひぜひ、はい、また別の機会に、はい、皆さんすいません、ごめんなさい、すいません、本日は、はい、あの途中で失礼いたします。どうもありがとうございました。お声掛けいただきまして、はい、ここで失礼いたします。頑張ってください。すいません、じゃあちょっと皆さん、あの時間をオーバーしてしまってるんですけど、あと10分ぐらいお付き合いいただければなと思います。中川さんどうですかね、そのケーブルテレビの問題、今少し話してましたけど、ビデオのアーカイブの問題とケーブルテレビの問題っていうのは、もちろん直接的にあのすぐ結びつくわけじゃないんですけれども、ケーブルテレビっていうのは、まあ多分ですけれども、まあ地域を中心とした、うん、まああるコミュニティに、まあ働きかけるという、まあ
かなり遠くへ向かって発信したりとか受信したりするんじゃなくて、まあ、あるコミュニティ、限定されたコミュニティに向けて発信したり、こう受信したりっていう組織だと思うんですけど、ね、で、主に、まあ、リアルタイムで、その時に解決しなければいけない課題や、その時のフレッシュなニュースを、まあ、流すっていうのがメインの役割だったと思うんですけれども、ただ、はい、あ、何かもしあれば。いや、面白いですよね。なんかでもやっぱりこうインターネットが出てきたことによってかなり役割を取って代わられてる部分もあるけど、でもその限られた範囲っていうのが逆にこう違う可能性も見出せて、でも結局その地域に根ざしてることがすごい実験的なこう土壌になってるってことですよね。セルフメディア、ですもんね。中島さんはどう思います？今 YouTube とか、まあ、いろんな動画配信サイトありますけれども、まあ、ケーブルテレビとは全然違いますけれども、そこから放送もできてしまうわけじゃないですか。つまりだからそれはもう作家、ちゃんとした作家が出てくれば面白くなると思うよ。なるほど。そういう養成機関がないだけであって、うんうんうん、だからそういう学科があったりできたり、小学校や幼稚園から教えていけばいい作家が出てくると思いますよ、僕は。幼稚園ですか。うん、それちゃんとそういうことのね、教育をしたいんだよ、全然文科省も。それに対してね、予算も取らないでしょ。だからアーティストたちがそういうマニュアルの本を書いたりなんかしないできないじゃないですか。だからそういう YouTuber で危険を犯すことはどういうことだとか、危険を犯さないですか、どういうか、そういうことを討論しないじゃん、嫉妬も。YouTube はこんな盛んになってても。だから哲学不在だよ。それと、そうですね、どう作るかっていうディスカッションしないじゃん。教育不在。うん、で、もう垂れ流しだよ。垂れ流しで広告料ばっかり入ってくるっていう。そうですね。うん、まあ、YouTuber は要は株のトレーダー、インベスメントバンカーとかトレーダーみたいに。要はお金を稼げる職業として人気があるだけで、何、うん、かそこでこう革命を起こしたりとかですね、クリエイティブな活動をするという意味で人気があるわけじゃないですよ、ね。僕も徳島でね、うん、お母さんがね、カメラを持ってずっと回ってね、うん、徳島の物産とかね、観光地をね、取材してんね、2、3年やってたんだよ。それ YouTube ですごく面白かったけど、おばあさんが死んじゃったんだよ。うん、それで終わり。それは面白かった。ずっと歩きながら、この寺、おばあさんがやられてたんですか、それは。夫婦で。取材したのはおばあさんなんだよ。で、いろいろ集めてきて、残ってると思いますけどね。で、この寺はどうだとか、このお墓はどうだとか、全部回ってね、やったけど、そこで初めてね、僕は徳島のすごいとこ知りましたよ。天皇とつながってんだよ、あの町は、うん。天皇の洋服を作ってたんだよ、着物。そうなんですか。そうそう、あの真っ赤で染めたでしょ、うん、あれ徳島のある岩が、赤い岩が取れるとこあるんですよ、うん、そこでその岩を崩して染めてたんですよ。それで麻をね植えて、でそれを染めてて天皇に献上したんだよ。で徳島ですよ、そういうこと取材してんだよ、面白いですね、うん、結構面白い。でそれ僕なんか見てて、あ、これはビデオテレビ、ビデオアートの初期の状態だなとは思いましたけどね。まあ、手塚さん、先ほど少しお話しいただいた部分もあると思うんですけれども、どうですか、そのケーブルテレビと今 の動画配信サイト、当時構想されていたソフトミュージアムとか、そういうものと比較したときに、何が実現されていて、何が実現されていないとかって、ありますかね。もうだいたい言いたいことは言いましたけれど、はいはい、もう一個あの頃で、うん、編集しないというか、はい、ロストアートもそうだけど、ノーエディティングだったんだよね。それはまだ、この取り留めのない、だらだらとした、まあ、私の人生のような感じのものは実現されてないですね。それだけ。なるほど。なるほどなるほど。その取り手前もない長いっていうのは、何かこう、だらだらと誰も関心の持たないようなことを流し続けるという意味ですか？それとも、
その人だけにとってはすごく関心があるものをずっと持続的に薄くして。DATV をやって一番変えたのは、はい、ビデオオンデマンド方式って要するに音声を正式にもうシナリオを書いてそこへ絵を乗っけていくっていう今のテレビの仕事のやり方に、はい、やっぱすごい早くコストかけないでお金が取れるから、うん、この形になってじっとわけのわかんないやつのわけのわかんない言葉を聞くっていう時代じゃないっていうか分かりやすく なるほど上げて世界はこうですよっていうふうになってる、はいはい、でもそんなもんじゃないし中島さん見てればわかるけど、うん、よくわかんないやっぱりいくら聞いてそういうものが世の中にはあるんだぞって言ってほしいんだよな。いいですね、いいですね。それとね、僕がやって言いたいのはね、一本撮りって当時流行ったんだよ。そうそうそう、一本撮り、カメラを持ったら必ず何かを撮る、一本でノーカットで続けて撮るっていう、だからそういう命をかけるわけ、一本撮りにそうすると結構帰ってきてから見るとすぐ見れたから結構一本撮りの方が面白いんだよ。それテレビは失った。初期の YouTube、 まだ Google が入って広告とか出る前の YouTube は結構そういうもうローな素材をそのまま載せるものが多かったんですけどね、本当にどんどんあっという間に商業化された映像になってしまいましたよ。で僕の作品はやっぱり僕の作品は一本撮りですよ、うん、だから地下鉄でご飯食べたのも一本撮りだから、うん、あそうですよね、切ってないから。新幹線でご飯食べて食ったのも一本撮り、怒られたら怒られたと撮るんだよだからそれが一本撮りでしょ。面白いね、うん、石井道とかみたいなあ、まあ、まさにそうですねだからそれが YouTube に言いたい、うん、YouTube の若造に言いたいことだよ。いや今の世相の問題と本当に似てますよね。こう過剰な暴力的な正義がこうバックをして、ちょっとでも失敗したものをこう袋叩きにするみたいな、本当まあくだらない道徳が基準になっている、まあ、今の世相と似てますよね。口当たりのいい、うん、判断基準だけにすがって、口当たりが悪いものは取り分けていこうとすると取り除いていこうとするみたいな、こうやっぱり腹立たしいですね。中川さんどうですか、その CATV の話とケーブルテレビ、はい、あごめんなさい、今の YouTube とか動画配信サイト、先ほども少しだけ、いやでも面白いですね。僕もでもお二方の話聞いてて、まあ、2チャンネル出力の話だったりとかを思い起こすと、やっぱりこうもう本当受像機だったなっていうのをすごい今思い出しましたね。そうね、もうテレビっていうのは今はなんかマルチモニターですもんね。そうそう、そのマルチモニターで展開されるフィクションと、その受像機の中にたまたまこう2メートルぐらいの範囲の電波でこう飛んでくるそのギリラ的なその放送っていうものをやっぱ根本的に違うんだろうなっていうのはすごい思いました。で60年代だとやっぱ自分が流したものがその受像機に移るっていう方法がもう電波とかケーブルですもんね、うん、ビデオデッキがそんなに普及ないから、なんか初期だからね、そこに興奮するわけでしか、そうですよね、うん、そこに、そこはもう本当映るだけでもうマジックですもんね、うん、その興奮みたいなものが追体験できなくてすごい残念だなっていうのは少し思いました。なるほど。僕個人的にはですね、一個その YouTube、まあ、YouTube 以外でもいいんですけど、すごくいいなと思うところは、ポピュラーカルチャーのアーカイブとしては非常に優秀な機能を果たしてるんじゃないかなっていう部分があって、つまり、昔の、こうテレビとか、歌謡曲とか何でもいいんですけど、ちょっと見たいなとか、ちょっと聞きたいなっていう時に、YouTube 検索すると簡単に出るんですよね。つまり、あの時取り逃してしまったら絶対に見れない、もう二度と見られないような放送っていうのが、たまたまビデオに録画している人がデジタイズして、YouTube とかに上げて見られるっていうのは、うん、これ実はものすごいことなんですよね。そうね。だけど、だから、いわゆるこういろんな今手塚さんがおっしゃったり中島さんがおっしゃっているようなこう飲み込みにくい砂や岩のようなゴツゴツした手触りの肌触りの
あのコンテンツっていうのはもちろんそんなないわけですけど、多くはね、一部はある気はしますけど、ないわけですけど、あんまり。だけれども、そういうものじゃないものの中で重要なものたちは、意外と、いろんな人が意識的に共有しようとして、あのアップしたりしている、うん、そういう高さが僕はあるかなとは思ってます、うん。それはわかりますね。はい、ちょっとそれからね、ちょっと、はい、僕を一生懸命追いかけてる、あの映像作家がいる。小山さん。山君の意見をちょっと聞いてみましょう。あ、はい、いいですね。小山君、はい、ちょっと意見を、ちょっとのコメントでも言ってください。この人は僕のここ6年間ぐらい一生懸命世界中にくっついてきて撮影してる人です。で、この人が撮ったカットとか僕のまあ短いシーンをですね、使わせてもらって、また僕の22本の短編の中にぶち込んでいきたいと思っています。小山君どうぞ。小山君なんか喋って。はい。あ、聞きますか。カメラがあった。聞こえます。あ、はい。そうですね。ちょっとすごく皆さんの話についていくのがちょっと精一杯なところもあったんですけど、僕自身が中島さんを記録していることについてちょっと今思い返してみているんですけど、撮っているものの1秒1分逃したくないなと思って、できることなら、四六時中記録し続けたいとは思いながら撮っているんですね。で、例えば手塚さんがおっしゃってるような、言葉にできないようなことが映像の中に入っているっていうことも、思っていて、で、ただその映像で撮るっていうことによって言語化していく作業に一歩踏み出しているような感覚もちょっとありまして、で、あとはその自分が撮っているもの、例えばちょっと気を抜けないので一本撮りみたいな話が今ありましたけど、ただその闇雲に無意識に撮ってるわけでもないので、多分そのまあ撮ったものを、例えば今日撮ったものを家に帰って見た時に、そこにはまあ多分意図があって、意識がある程度そこに映像化されて現実化されているんだろうなというふうにはいつも思っているんですね。で、今度じゃあこれを、まあ、編集していくっていう作業になるときに、とてつもない、まあ、また時間をかけてやっていくんだっていう、何かこの覚悟みたいなものが必要になってきてて、で、その編集をどうするのかっていうのはちょっと最近実は悩んでいるというか、さっきのテレビみたいな話でいくと、すごく意図をそこに織り込みすぎるようなことになりそうだなっていうのがあるので、AI、そういう何かアセットがあるような AI で、ちょっと計算できないような、自分が想像もできないような結果になるような、中島さんの、まあ、映像作り方の手法に近いような、今の技術っていうのを何かうまく使えていくとちょっと広がりが出てくるのかなと。で、そこのビッグバンみたいな感じのイメージを持ちながら中島さんを今追いながら記録をさせていただいているっていう気持ちなので、ちょっとまあ正直なんで撮りたいのかっていうことは、まあ撮りたいからっていうことなんですけど、多分これを編集なり、例えばまあ今中島さんとお話をちょっと少ししていて、まあ小出しにちょっとしていってもいいかもねとおっしゃってる部分もあるので、まあ、そういう活動をちょっとしながら、
その先に何か生まれることをちょっと期待したいなっていう今あの気持ちにはなっております。それは皆さんのお話を伺ってなんかすごい広がりがあるなっていうふうに感じました。僕はあのねこの人からさカメラを持ってあの一緒に旅をしながら彼が一生懸命僕を撮ってるわけですよ。で結構もう5、6年撮ってますよ彼は僕のいろんなことを。そこで自分が死んだ時に一番僕の言ったこととか発言したことを持ってるのは福山君なんですよ。あと僕自身を撮ったのはないんです。すごく少ないの。そうするとまあ一種のその死ぬための道具立てを彼はやってくれてるわけですよ。だから撮られるってことで今までは撮ってばかしだけど撮られるってことで彼から学ぶものはいかに死ぬかってことを学んだんです。以上です。だから一種の恩人かもしれないんですよ。っていうのはあの世で彼と会うのはあと何十年後先じゃん。その時に歳の河原でもいいや、そこで出会った時にどこに置いてきたのかお前俺の撮った作品顔とかインタビューをって言った時にこの地球上で誰が持ってるかっていうことが非常に面白いと思ったんですね。だから死後の死んだ時とか死後の世界とかその時に何を自分が残すかって言った時に、もう取られたっていうことに対して学んだんですね。取る必要はないわけだけども彼は一生懸命追いかけて取るわけですよ。で時々ねあんないいこと言ったのをお前取ってねえなやかって時々僕は怒るわけですよ。と彼はいや無意識すごくがっかりした顔がね僕の印象に残るわけ で本当は僕はそれを取っとかなきゃいけないわけじゃん。こういう時だぞって言ってそれをね僕の才能の差がね感じるわけですよ。いやいや、ありがとうございます。ちょっとですね、はい、今ここで今このずっとサポートしてくれていた、アリナさんと井上くんからもですねあちょっともらったらいいね井上くん、はい、質問をあの質問なりあの感想なり何でもいいんですけれどもちょっとじゃあアリナさんからいいですか。質問でも感想でもこれで聞こえますか。大丈夫ですか。聞こえます。はい、はじめまして、慶義塾大学の社会学研究科で、まあ、社会学の研究勉強をしていて、今年からちょっと前久保さん先生の授業を来ててそのつながりで中島さんのアーカイブに関わらせてもらって今ちょうどテープをデジタル化しててああそうですか。ここにこれをデジタル化井上君と主にデジタル化してて、まあ、勉強しながらあまり全然そういうには詳しくないんですけど私の研究テーマは、まあ、アートベースドリサーチっていうあの新しい研究スタイルで従来の社会学は、まあ、文字でしか論文でしか何かを、アウトプットするしかなくてそれに対してちょっと批判的に捉えて映像であったりとか写真を入れてでアウトプットをアートにしてそれによってなんか今まで言葉冷たい客観的な言葉の中ので隠れてた研究者が表に出るという目的でそういうアートを用いてるんですけど中島さんは一番最初になんかちらっとビデオアーティストは、作者不在っていうでやってるあの、うんうん、ちょっとはっきりその言葉を、覚えてなくてそれってどういうことなのかなって気になっててやっぱり映像を撮るときってどうしてもあ、まあ、社会学から見るとはっきりと作者がいて回してる人がいて可視化されてるって考えてるんですけど中島さんから見ればそれでも作者不在になるのかなっていうちょっと質問的なものです。どうですか中島さん。それは何を取るかによりますよね。何を自分が取ってるか。ただぼーっと取ってるのか、この人を取るんだっていう意識を持って取るのか、それとも
作品化するために撮るのか、それとも隠し撮りでこの人のやっぱり無意識なところをこう狙ってやろうとかっていう、そういった撮る側と撮られる側の意識の問題だと思うけども、どうかな、難しいかな、撮ったことない人はよく分かんないと思うけどね、うん、もうでもスマホの時代だからやっぱ撮ることに、撮るとは何かとか撮られるとは何かっていうのをやっぱそう研究者も意識した方がいいとは思います。今多分アリンさんがおっしゃってた質問というのは、おそらくその中島さんが少し否定的に語った部分を聞いてそのまま質問してくれたところだと思うんですけれども、その作者が不在であるということは中島さんにとって否定的なことですか、それとも肯定的なことですか、それともどちらでもないんですか。いや、熊本の人はね、否定的な言葉から言うんだよ、うん、田舎から言って。でも肯定してんですよ、裏では、うん、で、否定しないと面白くならないんだよ、反応してこないんだよ。だから どんどん悪口言って否定すると乗ってくるんだよ、カッとなって人間は。だからそこが面白いわけだよ。それで受けて立つわけ。なるほど、うん、その受けて立ってディスカッションが始まらないと面白くないわけだよ。なるほど。だから真面目に来ちゃいけないんだよ、人間は。不真面目に生きていいわけ。今、否定しながら生きていった方が、肯定が見えてくるわけ。アリナさんの質問って、多分手塚さんがおっしゃったことにも当てはまるような気がしたんですよ。ね、要は、手塚さんにとって、むしろその作家性とか、まあ、芸術みたいな問題っていうのは邪魔で、自分は、ビデオカメラの後ろでスイッチを押すだけの存在でいいんだっていうようなことって、作者いなくてもいいって話と、もう本当に直結すると思うんです。手塚さんはどうですか、今のことに対して。いまだに、あれですかね、その、自分の作品、はいはい、どうぞ。社会にも、ね、物も作りたくないし、社会にも参加したくないけど、うん、どっかで何かね、極端のダンディズムが。ないから、こういうのがいるから面白いんだよ。くらいは許されるかな、そういうレベルですね。ダンディですね、一応。いや、手塚さん、それ、いや、ダンディですよ。いわゆるダンディズム。めちゃくちゃ面白い男だよ、これは。ね、こういうのがいないから面白くないんだよ。ありがとうございます。みんな撮るやつばっかしだと。ありがとうございます。じゃあちょっと井上君からも何か質問か、はい、質問か。はい、はじめまして、井上です。僕もアートとはほとんど無縁なところなので、不勉強がいっぱいあるので、とんちんかんなことを言ってしまうのかもしれないですけど、もともとと手塚さんもそのおっしゃってて、中島さんもおっしゃってたと思うんですけど、そのビデオを撮るとかケーブルテレビを撮るって言った時に、かなりサブカル、その個人から発するものっていうような根源があるというのか、根底があるっていうイメージを受けたんですね。で、その中島さんは特にはっきりおっしゃってましたけど、そのポピュリズムになってるっていうのは否定的に捉えられてたと思うんです。で、その中川さんがサムネイルの話をした時に、その結局でもポピュリズムとしての美術館よりもその個人に頼むっていう逆転現象も起きているのかなと思ったんです。で、手塚さんがそのでもその個人でケーブルテレビを始めたとか、アートミュージアム、あ、じゃあソフトミュージアムの構想っていうのは今からすればちょっとバカらしいことだったっていうような自重を含んだ言い方をされてて、
そのサブカルからポピュリズム、ポピュリズムからサブカルっていうような流れに関して、今どのようなお考えを皆さんは持ってるのかなと思って、そこをちょっとお伺いしたいなと。手塚さんどうですか。難しい質問ですね。ちょっとじゃあ簡単にまとめちゃうと、その、実際そのサブカルチャーだったっていう意識はあるんですか、手塚さん。そんなことないですか、それとは違うものだと。どうですか、自分がやっていた A というのが、うん、まあメインカルチャーではなくサブカルチャーだったっ。サブカルとメインとかなんだけど、はい、まあ大体、あの、生き方そのものが、上昇志向で、社会参加しようっていうのは全くなくて、どちらかというとあの居酒屋とかやるようにこう加工志向で生きてきたので堕落論ですね。もっとあのね下の方に行けばいいなっていうのがかなりひねくれてるから僕ね。一回も就職したことはありませんし、あのバイトしかしたことないっていうあの短い人生でした。サブっていうのが横とかじゃなくて、こう、階の方のサブか、サブカルチャーかもしれない。サブコンシャスですね、サブコンシャス。が好きなんだ、うん、面白いですね。で、その、今、井上くんの質問の意図っていうのは、そういう感じでいいのかな。要は、サブカルチャーからメインカルチャーに移行するものもあるし、メインカルチャーからサブカルチャーに移行するものもあるけれども、うん、そういう、その、まあ、時代の変遷と自分のモチーフ、その当時抱いた自分のモチーフみたいなものの、連動とかってのはどういう関係性なんですかみたいなことなのか。そうですね。もう少し質問をちょっと噛み砕いてもらえる？そのビデオアートなのか芸術全体に対してなのか、そのやって来た中でその見え方というのか、あの捉え方みたいなものは自分の行動原理みたいなものが変わってきたのかなというのか、そういうことをちょっと聞きたいなと思ったんですけど、手塚さんの行動原理はすごく明らかに変わってる部分と全く変わってない部分がある気がするよね。変わってないのはやっぱりダンディズムだよね、堕落っていうか。だからそうだ、中島さんはやっぱり一貫してる気がするね。やっぱものすごいこうストレート、なんだろう、全身あの芸術家っていう感じがやっぱり、あの、まあ、これ個人的な意見かもしれないけど、中島さんどうですか、その行動原理みたいなものは変化してますか。もうしょっちゅうしてますよ。してる、うん、行動原理はもう本当にしてますよ。くるくる変わるし。なるほど。それでしょっちゅう悩んでますよ、それでね。中島さんが前おっしゃっていたあのことですごく共感するのが、モンタージュっていうことは僕はすごく重要な概念として、そして方法として考えてるんですけど、編集っていうのは普通はこう、編むという感じを使うわけですけど、うん、中島さんは変化の変を使って、編集、モンタージュっていうのは変わっていくものなんだっていうことをおっしゃっていて、それはすごく、むしろその変わっていく柔軟さみたいなものの中にその変化しないものが逆にこう外から見ると現れてきてるのかなって感じがしますけどね。なんか僕としてはやっぱり中島さんのスタイルは一貫してるなと思うんです、うん、だ映画論でいく編集はビデオ論でいく編集と違うってことで、うんうんうん、先ほど手塚さんもねおっしゃった、映画論でいくとね、テレビのドラマなんか映画あるんです。でもいわゆるこうあらかじめ台本があって全部きれいにそこの台本に絵を当てはめていくような作り方で、ビデオでいけばもうあの突撃一本撮りですよ。突撃、うん、そうじゃない、うん、面白くなりえない、うん、なるほど、完全にあのあれですね、手塚さんもそのスタイルでしたね。中島さんもそうです。ちょっと手塚君なんかはもう人生そのものが一本取り。手塚さんいかがですか。反省の一本取りみたいなのずっとつけてるみたいな。では、あの、ある意味の、中島さんはあの筋金入りのもうそこにしかいられない人だと思いますよ。もうそのすごいと思う。俺は本物だと思います。
中川さんいかがですかね。はい、どんな、その、まあ、あのこう世代論っていうのはあんま本質的じゃないかもしれないんですけど、やっぱり隔絶されたこう距離があるじゃないですか、うん、中川さんの今、はい、あのそれこそ、2人が中心的にこうなんていうんですかね、活動を始めた1970年っていう時代を終えて1980年代入って中川さん生まれたわけじゃないですか、はい、かなりこう距離は2人とのあと温度差みたいなものとかと時代の空気感違うと思うんですけれども、この2人のこうスタイルとかモチーフとかに関してどうですか。いや、すごい面白いですよね。で、まあ、それで言うとやっぱりソフトミュージアムっていう発想自体の先見性みたいなのとかがあると思うんですけど、結局その金銭的な部分とかは今のネットワーク的なものである程度解決するから、一部分だけでも実行できるかもしれないんですよね、ソフトミュージアムって。あ、どうなんでしょうね。なるほど、ね、うん、分かりますね、それは、うん、それをやる必要があるのか、またはその役割は終わってしまったのかどうかっていうのが、まあ、その世代間の認識としてなんかこう現れてくる部分なのかなというか、聞けたらいいなっていう部分なのかもしれないですね、うん、はい、手塚さんはこう今のネットワークを使って何かしらこうソフトミュージアムの 何かで目指した何かの部分だけでも実現しようと思ったりされることはないんですか。まあ、ないでしょうね。ないしろって、僕はあの、うん、今こう、なんていうのかな、それぞれの意見とか何かっていうのを、僕、お店をやっていて、相当数の外国人の人を雇ってるわけだけど、その日本の移民の問題っていうのがすごいあったり、うん、移民の問題と日本のまあね、今三島由紀夫東大全教頭この前やってましたけど、うん、自衛隊軍隊っていうのを軍隊って言わないと、まあ、わけのわかんないことずっと言ってて、じゃあ中国があれだけ頑張ってきた時に、でトランプみたいなの出てきてもう帰るぞって言った時に、日本ってどうすんのっていう話が飛んだでしょ、あのいうことで、例えばブレグジットもそうだし、この前のトランプとバイデンの戦争、あの戦争じゃねえや、選挙もそうだけど、簡単にみんなが投票できるようになって、半々ギリギリになるじゃないですか。それで、うん、AI なりそんなりに瞬時に投票できるようになったときに、大方は失敗するからね。まあ、大方はアホみたいなもんだから、うん、あの、僕、オルテガっていう人の大衆の反逆っていう本が大好きなんだけど、その大衆の反逆の前かな後かな、オルテガが芸術の非人間化っていうのを書いていて、ゴヤと何だっけ、について書いた、僕あれを1960年代に大学で読めばこんな無駄な勉強をたくさんしないで済んだって思うくらいに、ぜひその2つを見ていただきたいくらいに、本の宣伝してもしょうがないで、あの今のミュージアムとか何かっていう問題よりもジャッジする、コントロールする、マニピュレーションするっていう中で、どういうポジションに自分いるんだろう。だってコロナでね、何度も言いますけど、僕、マスクしないっていうポジションって、すごい面白くて大変なんですよ。一回、一日でいいからマスクしないで頑張ってみてください。あの、飛行機降ろされたあの、うん、人がいますよね。あの人、自分のツイッターで、めっちゃ発信してますよ。あれ僕手塚さんかなと思ったんですけどね。あの飛行機を降ろされた人。それに関して、あの無駄な議論はしない方がいいなと思うんですよ。あの自粛警察みたいにね、うん、あのテレビなんかもうちょっとでも不倫するともう吊るし上げられるでしょ、うん、あのそれと同じようにこう向かってくる人はいるんだけど、ほとんど相手にしない。あの来たら最近いつもマスクを持ってるから、あ、ちょっと忘れてたっていうふうにして逃げちゃおうっていう、そういうずるい作戦じゃない。若い時だと、なんだよって喧嘩したかもしれないけど、そういうことはなく、もう、あの静かに。軽やかですね。柳のような、柔術のような。なるほど。そうか、そうか。話が飛ぶでしょ。
まとまりなくなってきたんですよ、頭の中。ちょっとやばいんだよね。皆さん、お互いに大丈夫ですかね、質問とかないですかね。僕、やっぱこれ、今回やって本当に良かったなと思うのは、1ブロック目からかなり離れてしまいましたけれども、通常、ディスカッションっていうのは、同じ場所に、一箇所に集まって、その場所の空気感や、その場所のシステムや、その場所にいる人たちに支配されながらやるわけですよね。だけど、もうそれぞれバラバラな場所、しかもそれぞれが何か普段メインで活動している場所、そう、まあ、制作だったりいろんなことを、生活だったり営んでる場所かやることで、バラバラなものがバラバラなまんま集合しているというか、そういう感じになったのがとてもやっぱり面白いなと。まあ、ズームをしてて普段からこれは思っていたことなんですけれども、とりわけやっぱり人はどこかにいて何かをするわけで、必ずそのどこかっていうのは、あらかたやっぱりこう見ていくと、こうメインのどこかの場所って決まっていくわけで、で、手塚さんなんかですと、いろんなお店いっぱいたくさんあって、どこも事務所になり得そうなのに、常にこの吉祥寺のこの VIC、フランキオスクにいらっしゃるっていう。やっぱりそういうのってあるんだろうなっていう。まあもちろん中島さんも、単にアトリエというだけじゃなくて、ご飯作ったり、まあご飯食べたり、そこで寝たりとか。で、その寝る場所っていうのは、あまりにも多い者たちに圧迫されて、ほんのごくわずか、ほんと畳1枚分ぐらいの押し入れが、寝室になっていたりとか。まあだから本当に、なんていうんですかね、そういう、それぞれ個々バラバラに営まれている、違うシステムみたいなものが見える場所っていうのが、こう、まんまこう、ぐちゃぐちゃにこう、なんていうか、同時に平地されてるっていうか、その感じがすごく、僕はやっぱり今回やってみて面白かったなと思いました。もちろん、ここからすぐに何かこう、抽象化して、何かこう、方法論になったりとか、一般的な概念にこう、持ってくるっていうのは難しいと思うんですけれども、この、バラバラな感じでも、なんかそれぞれとこう調和しているように見える、それぞれの場所がですね、やっぱりこう、とてもとても、そこをもっともっと考えるべきだなと思わせてくれる、本当に面白い、会、ディスカッションになったと思っています。本当にありがとうございました。すみません。本当、長時間になってしまいましたが、2時間40分もかかってしまいました。本当ありがとうございました。まあまあ終わってからお茶を飲めないのが残念だよ。そうですね、そこですね、確かにね。これはね、問題なんだよ、これ。確かにそう、これは楽しいんだけど。手塚君としょんべんしながら話すってことが大切なのに。失礼しましたね。終わってから、ね、終わってからな、途中駅まで話しながら帰るぞっていうのは、そうですね、さ、なんだか意外にあれなんですよね。そこで一番面白い話があったり、ね、そこで大抵決まるんだよね、話が。タッチションで決まるじゃん、どんどん、ね、男は。それはあるある。だからそれはないもんね。でも確かに、ね、確かに、ね、欠点だよ、ね。それは残念な、そうですね、ところですね。ありがとうございます。じゃあ、本当今日お疲れ様でした。ありがとうございました、皆さん。はい、どうもありがとうございます。はい、失礼します。皆さんどうぞ。はい、どうも。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。